いい時期じゃない、これからどん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 も汚くなって、もうおじさんになって、うん、もうギャグも動けなくなってとかいう前に、うん、スパッとこうかっこよくやめてほしいんですよ。もう嫌なんですよ、やっぱり同じ同期のやつがスーツでギャグやってスタジオ転び寝転がり回ってギャグやってそういう人だから体中にホコリつけてだけどそれバサッとカットされてるからあるシーンから急にホコリだらけになってしゃべくり7のオンエア見て何回ありました、あれ急にある瞬間が髪型がバーン乱れてたり汗だくになってたりもう見たくないんですよああいう姿。